よう、ダッドリーを見なかったか。ここでずっと待ってたんだが。そうだ、お前ビークルバトルトーナメントに参加しろよ。これ以上ダッドリーのやつなんか待ってられん。よくわからないけど助かるぜ。でもお前ビークルバトルトーナメントがなんだか知ってるか。最強のビークルを決めるトーナメント戦。そうだ、この国で最強のビークル乗りを決める大会だ。全国からえりすぐりの8人のビークル乗りが集められる。トーナメントを勝ち抜いたやつが前年チャンピオンの白い悪魔と対戦し、その年の最強のビークル乗りというわけだ。大体こんなところだ。ルールは普通のビークルバトルと同じだ。よし、それじゃあエントリーの手続きをしよう。それじゃあ頑張ってね。フェンネルも頑張ってね。さて、1回戦のお前の相手は。お久しぶりです、ジミーだよ。スームスームではどうも。君もトーナメントに出場するんだね。でも君なら当たり前か。それじゃあ行くよ。いいバトルをしよう。初めて見るやつだな。でも気を引き締めていけよ。僕の勝ちだ。次の相手は俺か。まさかお前と当たるとはな。でもお前とは一度やってみたかったんだ。おお、どうだい、マーシの手がかりは何かつかめたかい。マーシュは、マーシュはスームスームの男言葉を話すいかつい花売り娘の家にいますよ。スームスームの男言葉のいかつい花売り娘の家だな。それでは失礼、早速スームスームに行ってくるよ。
僕の勝ちだ。お前なかなか強いな。お次はネフロネフロのチャンピオンシュナイダーだ。心してかかれ。チャンプの名は伊達じゃないからな。僕の勝ちだ。まさかお前がここまで来るとはな。大番狂わせで客も大喜びだぜ。いよいよ去年の覇者エルダーとの戦いだ。悔いのない戦いをしてついでに優勝してこい。僕の勝ちだ。やったじゃねえか、優勝だぜ。
出し抜かれるとはな。俺も目が覚めたぜ。来年は俺がチャンピオンになってやるからな。待ってろよ。もしもし。いやあ、全くお見事でした。あの白い悪魔を破るとは。我々はあなたのような人材を求めているのです。ぜひ我々の仲間になってください。あなたは誰ですか？これは失礼しました。自己紹介がまだでしたね。私は秘密結社ブラッディ・マンティスの参謀コンフリーというものです。我々のことは聞いたことがありますね。我々には崇高な目的があります。その実現のためにはあなたのような有能な人材が必要なのです。あなたになら入社後すぐに伍長の階級を与えましょう。興味がありましたら中央通りのファッション気取り屋に来てください。そこの試着室が我々のアジトの入り口になっています。あなたの地図に黒いピンを押しておきましょう。試着室は2つありますから間違えないように。それでは失礼。Yeah.